U15、U16 サッカー大会セクションプレゼンツつくばドリームカップ2018。この大会は高いレベルでサッカーに取り組むジュニアユースチームU15と高校1年生のU16のチームを全国から招待し、 TDC2018 のタイトルをかけた真剣勝負を真夏のつくばで行いました。今年で3回目を迎えたこの大会は、茨城県外から東京、神奈川、静岡、秋田、栃木、宮崎、福島、愛知、埼玉、千葉など全国から多数のチームが参戦しました。この大会は4チームによる予選リーグ終了後、各グループ上位2チームが決勝トーナメントへ進出。下位2チームはコンソレーションに進出し、それぞれトーナメントで優勝、準優勝、3位を決定します。試合時間は前半25分、後半25分の計50分で行われます。今月の放送はコンソレーションの決勝戦、茨城のトラウム SV 対埼玉のクラブゴリッツァの試合の模様と、ファイナルラウンドの決勝戦、千葉の中央学院高校U16と愛知東海スポーツU15の試合前半をお送りいたします。あの、
勝てねえ、もうないぞ、上が乗れんぞ、うーん、時間かかるな。
ご覧いただきましたようにコンソレーションの決勝は茨城のトラウの SV が埼玉のクラブゴリッツァを1対0で下しました。続いては千葉の中央学院高校と愛知東海スポーツの対戦するファイナルラウンド決勝の模様をお送りします。はい。
駆け引きしてもっと動きながら、ハイブだったら集まったり、ゴール外せ、ゴール外せ。
Yeah.
ファイナルラウンド決勝前半は1対0で中央学院高校がリード。後半の模様は次回お送りします。